ここからは今日の川崎競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。11頭揃ってスタートしました。内から1番のエレノーラ、外の動向を確認していますが、4番ライブキティ前に迫っていきます。さらには7番パルクールチェコ、それから横を広がって外から11番アイノシャンティ、内からは2番フォトウェディング1コーナーカーブ、間5番のアリハッピーと、さらには8番のカネトシアンカー、それから内を通って3番コパノアマンダ、前は残り1000の標識を通過。抜けた1番のエレノーラ、リードは3馬身4馬身、4番ライブキティ2番手2馬身差、7番パルクルチェコ3番手で向こう正面、外からは11番アイノシャンティと内を通る2番フォトウェディング、間が空いて5番のアリハッピー、さらに離れて3番コパノアマンダ、並んでいくのは8番カネトシアンカー、中段から後ろ後方グループ9番のアフロジータ、内を通って6番マロンドリーム、それから当番高丸カート、これがしんがりを追走。若干縦長い展開で前はこれから3コーナー、先頭1番のエレノーラ、リードは2馬身やや縮まって、4番ライブキティ2番手2馬身差、7番パルクールチェコ400の標識を通過。内から接近2番フォトウェディング、外には11番アイノシャンティ、あとは 2,3 馬身離れて5番アリハッピーで4コーナーから直線、逃げる1番のエレノーラ、リードが3馬身4馬身また広がった、2番手以下、内から2番のフォトウェディング、外は4番ライブキティ並んでいる、その後ろ内を通って5番のアリハッピーも追い込んでくる、逃げる1番のエレノーラ、これはセーフティーリードか、2番手争い4番ライブキティ2番フォトウェディング、内から接近2番アリハッピー3と広がってくる、エレノーラ逃げ切ってゴールイン。1レース勝ったのは1番のエレノーラ、人気に応えデビューから2連勝です。また鞍上野畑亮騎手は地方競馬通算200勝達成です。レースタイム1分32秒0でした。スタートしました。ほぼ揃ったスタートから押している3番メガミリオン、4番のハーモニーオリオン、前は2頭が並んでいきます。3番手以下1から1番デイドリーミン、並んでいくのは2番のワンラブです。外からは8番のブルコ、先団小石集団固まって1コーナー、9番の横分けハンサムが続いていって、あとは後方勢6番クリスタルローレル、その後方2頭並んで7番シェナハート、内を通る5番バジガクローレス、前は残り1000の標識を通過。前の方固まり加減で先頭3番メガミリオン、並んでいく4番ハーモニーオリオンで、1馬身半差8番ブルコ、内を通る1番デイドリーミン向こう正面、その1馬身後方2番ワンラブ、前から5頭目、それから6番クリスタルローレル、外側並んでいくのは9番横分けハンサムで、2馬身から3馬身が空いて後方2頭7番シェナハート、内を通って5番バジガクフローレス、先頭から新外まで9馬身10馬身で残り600の標識を通過。先頭3番メガミリオン、リード体半分首、迫って4番ハーモニーオリオンです。2頭後続を3馬身4馬身離していく、3番手1番のデイドリーミンに外側並んでくるのは8番ブルコ、400の標識を通過。内目をついて上がってくる2番のワンラブ、前は4コーナー、4番のハーモニーオリオン、外から前に出るか、4コーナーから直線、内は粘って3番メガミリオン、前の2頭依然並んでいる、3番手以下、内から1番のデイドリーミン、外から2番ワンラブ追い込んでくる、前は4番ハーモニーオリオン、内3番メガミリオンに外から接近する2番ワンラブ、現在3番手、前は4番のハーモニーオリオン前に出た、外から2番のワンラブが2番手に上がってくるか、前にも並んでくるハーモニーオリオンがしのいだか、ゴールイン。2レース勝ったのは4番のハーモニーオリオン、デビュー11戦目初勝利です。鞍上新原修磨騎手、レースタイム1分34秒8でした。スタートしました。前は広がっていきますが、出ムチが入って5番ブルベアベージュ、8番のアレアンサンブル、外から行ったのは11番のカラウヌ、これが花を切っていくか。先団は広がって1コーナーカーブ、外から当番港1番、先団4頭の後ろ若干間が空きました、内から1番のピカレスクスマイル、並んでいくのは3番銀座で飲む男、前は残り1000の標識を通過。先手を取ったのは11番のカラウヌ、並んでいく当番港1番で向こう正面、1馬身半から2馬身差、3、4番手も2頭並んで8番アレアンサンブル、内を通る5番ブルベアベージュ、2、3馬身相手3番銀座で飲む男、内側に1番ピカレスクスマイル、ばらけて2番西のイルマーレ、その後ろは2頭並んでいきます、9番バジガクカルミアと内側に7番のニャンニャンです。離れて後方4番ショータイム、それから12番ゴールドボード、内を通って6番シナノララ、縦長い展開で前は3コーナー、前は11番カラウヌと並んでいく当番港1番、
2頭の後ろ3馬身4馬身と開きました。5番のブルベアベージュ現在3番手400を通過、外から3番銀座で飲む男、内から上がってくる1番ピカレスクスマイル、前は4コーナーカーブから直線、11番のカラウネ、当番の港1番、前は2頭が競り合っている。3番手以下じわじわ前に接近してきた1番のピカレスクスマイル、外から追い込んでくるのは9番バジガクカルミア、さらには3番銀座で飲む男、前は変わって当番港1番先頭ですが、外から1番のピカレスクスマイル、さらに追い込んでくる9番バジガクカルミア、当番の港1番がしのぎ切ってゴールイン。3レース勝ったのは10番港1番、鞍上小林夏香騎手、レースタイム1分34秒9でした。枠入り終わってスタートしました。打ち押している2はモエオカルテッド、出口が入って先行しようとしますが、外から当番の武蔵が上がってきました。直後1番カプリシャスラブ、並んでいくのは外目から3番ヘブリディーズ、さらには4番のカナール翔平、後位に取り付いて前にじわっと迫っていく、並んでいくのは9番の竜の馬伝です。1コーナーカーブの手前、その後ろ12番デアフリンガー、前から5投目になりまして、内々から1番カプリシャスラブです。それから3番ヘブリディーズ、外側並んでいくのは8番高巻3、前は2コーナーカーブ、2番のモイオカルテット先頭、リード4分の3馬身、2番手が当番武蔵で向こう上面、1馬身半から2馬身差、4番カナール翔平は現在3番手、さらに1馬身差じわっと詰め寄ってくる12番デアフリンガーと、外側に9番の竜の馬伝、間が空いて1番カプリシャスラブ、並んでいく8番高巻3、外側から5番のシンキングユキナ、内を通って6番のデーレーディーバ、中段から後ろ後方グループ、11番エターナルキング、下がっていた3番ヘブリディーズ、これをかわして上がっていくのは7番ステイフレンズ。各馬3コーナーカーブに入っています。前は外から当番武蔵、400の標識を通過、外から4番のカナール翔平が前に並んでいく、内側2番モイオカルテッド若干交代、現在3番手、外からは9番竜の馬伝、続いて4コーナーから直線、さらに追い込んでくるのは1番カプリシャスラブ、前の争い2頭並んでいるが、当番の武蔵、外4番カナール翔平、3番手以降ドット横に広がった、間をつく9番竜の馬伝、さらにその内からは6番デーレーディーバー、足を伸ばしてくる、前は当番の武蔵、外から4番のカナール翔平、さらに迫ってくる6番デーレーディーバー、3頭が広がってゴールイン。第4レースは4番カナール翔平と10番武蔵が1着で同着でした。カナール翔平は人気に応え連勝です。武蔵はデビュー戦以来の勝利でした。払い戻し金はご覧の通り、勝ちタイム1分40秒6でした。枠入り終わってスタートしました。内で2番フリフリ好スタート、これが内へと入れていって、外の各番動向を確認しています。先行体制を取ります。外から迫っていくのは当番ウィン・フランドル、馬体を並べていって、その後ろ12番ミトグラフィア、1コーナーカーブ、8番のリスノワール、さらに内々を通って1番リコーカービン、その後ろから6番サザンフルーブ、前は残り1000の標識を通過、先手2番フリフリ、リードは体半分ほど、2番手が当番ウィン・フランドル、1馬身差12番ミトグラフィアで向こう上面、内目の4番手に1番リコーカービン、並んでいく8番リスノワール、2馬身差6番サザンフルーブ、接近するのは7番ルチルジェコ、外からは9番トリプルアクセル、中段から後ろのグループ3番テマリ、外から上がっていく11番ルリール、その内を通って5番スプライト、1馬身半差4番マロンフエルテ、シンガレを追走、前は3コーナー、先頭2番のフリフリ、並んでいくのは当番ウィン・フランドル、2頭が並んでいます。2馬身差3番手が12番ミトグラフィア400を通過、内から上がってくる1番リコーカービン、4番手が3番手に並んでいって、その後ろ内から6番スタンフルーブ、4コーナーから直線です。先頭2番のフリフリ、ここで振り切ってリードは1馬身ほど、2番手当番ウィン・フランドル、外から1番リコーカービンが3番手から2番手に並んでくる、4番手以降広がった、先頭2番のフリフリ、外から1番リコーカービン、リコーカービンが足を伸ばしてくる、3番手以降広がってきた、フリフリリコーカービン、1番リコーカービン捉えてゴールイン。5レース勝ったのは1番のリコーカービン、鞍上笹川翼騎手、レースタイム1分33秒0でした。枠入り完了スタートしました。まずはダッシュをつける4番ピースオンアース、外側から8枠2頭ディーズルージュ、西のニューリーフ、3頭広がっていきます。間が空いて1番シンキングキャロル、並んでいくのは2番ウィンザーロア、外には6番ジュエルマドンナ、それから7番マリノペガサス、
後方からは3番ヤマンバ、並んでいく5番北のブルーアレツ、前の方固まってこれから3コーナー、前は4番のピースオンワース、並んで8番ディーズルージュ、外は9番西のニューリーフ、3頭が広がって400の標識を通過、その後ろ3馬身4馬身と相手、1番のシンキングキャロル、それから2番ウィンザーロア、前は4コーナーカーブから直線、前は依然3頭広がっています。4番のピースオンアース、8番ディーズルージュ、外から9番西のニューリーフ、これに接近するのは2番ウィンザーロア、1番シンキングキャロル、前は外から9番西のニューリーフ先頭に変わった、外から追ってくる1番ウィンザーロア、さらには2番ウィンザーロア、1番シンキングキャロル迫ってくるが、先頭は9番西のニューリーフ、ゴーリン。6レース勝ったのは9番の西のニューリーフ、南関東初勝利です。鞍上藤江渡騎手、レースタイム55秒7でした。スタートしました。ポーンとポースタートは2番のサウンドルミネ、しかし前は一線に広がって5番の AI 霧島、外から押して追っつけながら前を伺うのは9番のセイカービーロード、それから7番のイクノホープアイ、10番カシスオレンジも先段へ、前固まって1コーナーカーブ、後ろは8番のベイディーナ、その内に5番の AI 霧島、あとは6番のルートビヒバラケテ、4番のアリスバリー、1番のノーブルビーチ、3番ベアヌカサナイで縦長です。向こう上面に出ました。9番セイカービーロード、先頭リード1馬身、2番手7番イクノホープアイ、体半分外に10番カシスオレンジが3番手、4番手集団広がって2番のサウンドルミで、外には5番の AI 霧島、8番のベイディーナ、ここまで先端守護馬身の圏内固まって後ろをばらけました。6番のルートビヒ、接近は4番のアリスバリー、後方離れて3番のベアヌカサナイデと1番のノーブルビーチ、3コーナー前も徐々にばらけてきました。3、4コーナー中間へ、先頭は9番セイカービーロード変わりません。2番手ついていくのは10番カシスオレンジ、8枠両党先頭、2番手4コーナー離れた3番手集団から前を追ってきたのは4番のアリスバリー、4コーナーから直線、内には5番の AI 霧島、さらにはイクノホープアイ、その後ろは広がりました。前は200を通過して粘る9番セイカービーロード、迫ってくるのはカシスオレンジ、間をつくか AI 霧島、後方からは3番のベア抜かさないで、ベア抜かさないで、内の各馬を一気に捉えて突き抜けてゴールイン。第7レース勝ったのは3番のベア抜かさないで、デビュー9戦目初勝利です。鞍上町田直樹騎手、レースタイム1分33秒3でした。今枠入りが終わりました。スタートしました。遅れたのは13番の大勢マイティ、まずは押していく4番ノーモアワーズ、外からは9番のウィンアルバローズ、そして11番のクリスタルスワン、3頭が先行していきまして後ろ固まりましたが、13番の大勢マイティ一気にいった、一気に外から巻き返して先頭に立っていく吉原ひろと、大勢マイティ先頭で1周目4コーナー、後位に取り付くのは14番アクセルオーソ、内側には2番のアリダンジェロ、それから6番キャッスルバジオ、各馬が1周目のホームストレッチへ、後ろは1番のアポロリリー、この辺りで流れが徐々に落ち着いてくる、スタンド前にかかってきます。7番のスマイルフォーユー、それから8番の BB シャンス、後方にかけて3番カレンアップラウゾ、10番のグリーングラシア、そして5番のマイネルスキーブ、12番のハイエストコード、各馬が1コーナーカーブ、単独先頭13番大勢マイティ、リードを1馬身半ぐらい取りました。これを追いかけていきます。単独の2番手4番のノーモアワーズ、3番手が離れて2コーナーから向こう上面、単独の3番手9番ウィンアルバローズ、これも前との差を少し詰めていきました。以下は1段、2番のアリダンジェロ、14番のアクセルオーソ、直後は1番のアポロリリー、広がってきて11番のクリスタルスワンと8番の BB シャンス、後方に3番のカレンアップラウゾ、さらに後ろの圏内も固まって12番のハイエストコード、この圏内には6番キャッスルバジオ、それから10番グリーングラシア、下がったのが7番スマイルフォーユー、3コーナーをカーブしていきます。先頭は13番の大勢マイティ、リードを3馬身ぐらい取って4コーナーへ、短期2番手4番のノーマーワーズ、4コーナー後ろから追い上げてくるのはウィンガルバローズ、そのうちには2番のアリダンジェロ、4コーナーから直線逃げ込みを図る13番大勢マイティ、
差が詰まってきた。差を詰めてきたのは4番ノーマーワーズ、200を通過する。馬体を離した追い比べ、今度は先頭ノーマーワーズ、3番手から追ってくるのはウィンガルバローズ、さらに外からはハイエストコード、後方からはカレンアップラウゾも追い込んでくる。先頭は4番ノーマーワーズ、ゴリ。8レース勝ったのは4番のノーマーワーズ、川崎コース初勝利です。鞍上山中裕樹騎手、レースタイム2分15秒8でした。スタートしました。遅れたのは3番のアルルカン、広がっての先行争い、6番シークザトゥルース、内から1番弓道くん、外には8番キモンアップル、11番ハンドルフ、後位には2番のガーレ取り付いて、外から12番ジャスパーロイヤル、9番のウィンウッド、先団は固まっていきました。開いて7番ココット、外には10番エイシントラン、あとは後方4番サンエイビクター、かわして上がっていった5番のサツキスカイ、3番のアルルカン、各馬が 3,4 コーナー中間に差し掛かります。わずかに先頭6番シークザトゥルース、ついていくのは11番ハンドルフ、4コーナー3番手はインコース1番の弓道くん、並びかけるのは8番キモンアップル、4コーナーから直線、あとは2番のガーレは外に行った、内を狙ってくるココット、広がっての追い比べ、今度はハンドルフ先頭、ハンドルフが先頭、外から迫ってくるキモンアップル、内から1番弓道くん、外から2番のガーレも追い込んでくる、前の争い、今度は外から8番のキモンアップル、キモンアップル捉えてゴール。9レース勝ったのは8番のキモンアップル、人気に応え2連勝です。鞍上町田直樹騎手は本日2勝目、レースタイム55秒2でした。スタートしました。広がった中、出をかがうのは9番のローザロード、これが先頭に立っていくところに8番のカルナック、10番ライジングサミット迫って、さらに外からは13番のピノホア前に並んでいきます。11番のエストララブレインが後位へ、先団の後ろ少し開いて7番グランギフト、広がって6番ドゥーベ、12番のトランポリン、それから1番永田エース、4番モンゲーハガレ、2番のケンブリッジイーサ、1コーナー後方2頭が離れて、5番のアーリーレッグ、3番ナインバイパー、2コーナーカーブに差し掛かります。この辺りで9番のローザロード、リードを広げての逃げ、2馬身から2馬身半向こう正面に出ました。2番手は13番ピノホホア、3番手は8番カルナック、10番のライジングサミット、1馬身差の4番手、後ろ差を詰めてくるのは7番グランギフトと11番のエストララブレイン、その後ろも1段です。1番の永田エース、6番のドゥーベ、この圏内外目からは12番のトランポリン、あとは後方の一角4番モンゲーハガレ、内に2番のケンブリッジイーサ、後方は5番のアーリーレッグ、離れて3番ナインバイパー、各馬が3コーナーをカーブしていきます。先頭9番ローザロード変わりません。差を詰めてくる13番ピノホホア、その内には8番カルナック、3頭固まって4コーナー、後ろが離れた、4番手は7番グランギフト、追い上げてきたのは6番ドゥーベ、4コーナーから直線、粘るローザロード、馬体を離して追ってくるカルナック、間をつくグランギフト、後方からは1番の永田エース、永田エースが伸びてきた、今度は外から永田エースと中を割ったグランギフト、2頭の追い比べ、グランギフト永田エース2頭並んでゴールイン。10レース勝ったのは1番の永田エース、鞍上和田丈司騎手、勝ちタイム1分45秒0でした。第11レースは今日のメインレース、第73回川崎記念、距離は 2100m、 サラ系4歳場、ご覧の11頭による一戦でした。第73回川崎記念、枠入りで終わってスタートしました。まずは序盤の先行争い、グロリアムンディ好ダッシュ、内からは4番ノッツルノ、追っつけながら7番アイコンテーラー、それから10番ライトウォーリア、まずは先団固まって1周目3コーナー、先団を見る位置に2番のセラフィックコール5番手、その外には8番のグランブリッジ、あとは少し離れてばらけました11番デルマルーブル、1周目3コーナーカーブ、1番のシルトプレ、5番のエブリワンブラック、離れて3番キャッスルブレイブ、外に並んでいくのは9番ディクテオン、各馬が1周目4コーナーからホームストレッチへ、10番ライトウォーリア先頭です。地元ライトウォーリアが逃げの手、2番手は7番のアイコンテーラー、そして3番手外に切り替えた4番ノッテルノ、流れが落ち着いてきました。スタンド前に差し掛かります。11頭大きな拍手に送られて1コーナーカーブへ、
4番手2番セラフィックコール、外には6番グロリアムンディ、あとは8番のグランブリッジ中段、後方勢は離れて11番デルマルーブル、1番のシルトプレ、外には5番のエブリワンブラック、それからディクテオン、3番のキャッスルブレイブ最後方、よどみなく流れて2コーナーカーブへ、先頭は10番のライトウォーリア変わりません、リード1馬身半から2馬身、7番のアイコンテイラー2番手、そして4番ノッツルの3番手、後ろ少し開いて追っつけている6番グロリアムンディに内から並んでいく2番のセラフィックコール、セラフィックコール上がっていく、その後ろは8番のグランブリッジ、あとは離れて後方勢追い上げてきた9番のディクテオン、前追っていきます、さらに後ろには11番デルマルーブル、1番シルドプレ、それから5番のエブリワンブラック、離れて3番キャッスルブレイブ、3コーナーカーブに差し掛かる、前は10番のライトウォーリアに並んでいったのはアイコンテイラー、アイコンテイラー先頭に変わる4コーナーカーブ、後ろは離れて4番ノッツルノ、あとは内から上がってきたセラフィックコール、外に行ったのがグランブリッジ、4コーナーから直線、前の争いは粘るライトウォーリア、ライトウォーリア盛り返す200を通過、外はアイコンテイラー、2頭の激しい追い比べ、3番手からはグランブリッジ、あとはディクテンを追い込んでくる、ディクテンを追い込んでくる、前はアイコンテイラー、ライトウォーリア、外からグランブリッジに並んだゴール、最後は3頭接戦、激戦となりましたが吉原ひろと手が上がった、10番ライトウォーリア。川崎記念をご覧いただきました。ライトウォーリアが先行差から粘り G1 初制覇、ゴール前で迫る強豪馬を見事退けました。ダートグレードレースでは常にレベルの高い走りをしてきましたが、その経験を生かし地元でついに開花、川崎勢の川崎記念制覇は20年ぶりの偉業で、鞍上の吉原ひろと騎手は G1 4勝目、笑顔があふれる G1 制覇となりました。改めまして川崎記念を制しましたのは10番のライトウォーリア、鞍上吉原ひろと騎手、レースタイム2分15秒5でした。払い戻し金ご覧の通りです。続きまして川崎記念の全着順です。勝ちました10番のライトウォーリアの内田勝義調教師は折り合い重視でゴールまでドキドキでした。この後は放牧に出して次はオーナーさんと相談しますと話しました。2着には8番グランブリッジ、3着7番アイコンテイラーでした。第73回川崎記念の結果を振り返りました。では最終12レースを振り返りましょう。収まってスタートしました。少しばらついた飛び出し、押しながら出を伺うのはシェナチチカか、出口が飛ぶのは5番のミッシーコルザ、外にはフェミニンルックチアリング、さらには12番のキーファインといきまして、直後は2番のバーガンディ、ここまで先段固まって、後ろはばらけました、1コーナーカーブ、ここで単独先頭は岡村弘樹チェアリング、リード1馬身半、2番手3番手並んでキーファイン町田直樹、内にはミッシーコルザ本田紀忠、加わっていくのは三輪堂信彦フェミニンルック、向正面に出ていきます。5番手に小林夏香バーガンディ、並んでいくのがセナチシカカ伊藤博と、向正面に出ました。後位集団に取り付いていくのはオーシャンウィンド山崎誠司、直後はバジガクシャンス新原修馬、あとは離れて中段、右のボルト今野忠成、並んでかわしていくのは増田光弘ピレニーズキング、後方勢離れて14番アイズダンシング田中亮、さらに後ろの圏内に秋子の夢を池谷拓人、それから映画馬三昧中越流星、外には高生恵美男と藤江渡る、3、4コーナー中間です。前は8番のチェアリングを外から捉える12番キーファイン、町田直樹が先頭に変わっていく、食い下がるのは岡村弘樹チェアリング、4コーナーから直線、3番手はシェナチシカカ伊藤博と、あとは広がって追い込んでくるのはバジガクシャンス新原修馬が伸びてくる、200を通過、単独トップキーファイン町田直樹、2番手に上がってきたバジガクシャンス新原修馬、3番手以下中を割ってくるのはオーシャンウィンド山崎誠司、最後前2頭の差も詰まった、変わったゴールイン。12レース勝ったのは9番のバチガクシャンス、デビュー45戦目初勝利です。鞍上の新原修馬騎手は本日2勝目でした。レースタイム1分34秒5です。ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。